ダグラス・コリガンダグラス・コリガンはアメリカ合衆国のパイロットである。1938年、旧式機でニューヨーク・アイルランド間の無着陸大西洋横断飛行を行った。飛行人の飛行でアイルランドに飛行したのはカリフォルニア州へ帰る予定が広報ミスで方向を間違えたのだと主張した。本人は認めないが、コリガンの飛行機があまりに旧式であるため、 大西洋横断飛行挑戦を認めない当局に対する抗議のために無断で横断飛行を行ったと思われている。この飛行は賞賛を受けダグラスロングウェイコリガンと呼ばれた。もともとは飛行機の整備士として働いたリンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号を製作した一人である。飛行機の整備士として職を転々とする一方、パイロットとしての技術も磨き、 1929年にパイロットの免許を取った。1930年に友人のスティーブ・ライヒと東海岸の都市間の旅客業務も始めた。仕事はうまくいっていたが、西海岸に戻り1933年に310ドルで1929年型のカーチスロビンウォックスマイナス5を購入し、整備士の仕事に戻り、自分の飛行機を 大西洋横断飛行用に改造を始めた。エンジンを90馬力から165馬力のライトエンジンに変え、ガソリンタンクを増設した。1935年にアメリカ航空商業局に大西洋無着陸横断飛行の許可を申請するが、国内飛行の最低基準は満たすものの、横断飛行には不適切だと判断された。その後二年にわたって改造を繰り返したが、 許可は降りなかった。1937年には安全な飛行には不適切であるとして免許の更新を拒絶された。エンジンを修理し、それまでに飛行機に約900ドルを使ったことになるが、大陸の往復飛行の仮の免許を得た飛行機で1938年7月9日、カリフォルニアからニューヨークへ飛んだ。ハワード・ヒューズの世界一周飛行の準備がされている。 空港にコリガンは着いた。7月17日にカリフォルニアに戻る飛行計画を提出し、5時15分に出発した。カリガンは26時間飛行した後、後方ミスに気がついたと主張するが、7月18日28時間13分の飛行の後にアイルランド、ダブリンのボールドネル飛行場に着陸した。準備したものは2辺のチョコレートと1箱のクッキーと、 水だけであった。無線機はなく、コンパスは20年前のものであった。航空当局は、彼の規則違反の項目のリストが送ったけれども、罰則は2週間の飛行ライセンスの停止だけであった。8月4日、パイロットライセンス停止の最終日にコリガンと飛行機は、賞賛の中、キセンマンハッタン号で、ニューヨークに戻った。ブロードウェイでのパレードには、 リンドバーグの時よりも多くの人々が参加したが、コリガンが失望したのは、彼のヒーローであったリンドバーグが、コリガンの行為を認めなかったことであった。飛行の1ヶ月後に、自伝ザッツマイストーリーを出版し、逆向きに回る時計を含むロングウェイグッズを作った。翌年 RKO ラジオ映画ザ・フライング・アイリッシュマンに、自らの役で出演し、彼のストーリーで、 通常の収入の30年分の7万5千ドルを稼ぐことになった。ありがとうございます。